こんにちは、丸さんです。映画を見てきました。シン・エヴァンゲリオン劇場版、なんていうの、ここで別にネタバレなし動画を作るつもりはないです。たくさんの人がね、もうすでに、YouTube 等々でもうネタバレありネタバレなしの、レビュー動画感想動画を上げているんですが、僕はこの買ってきましたパンフレット、開けてないの、まだ開けられないの、困ったな、ということで、この動画を撮りながら、この中身を見ていきたいと思います。開けます開封の儀みたいな感じだ。これね、本当密封されてるのパンフレットとして珍しいよね。だから本当にそれだけ厳重にネタバレなしにしていこうということで、ね、劇場に見に行くとね、こっちのもあるんだけど、あそこからね出てるやつ、こっちをちゃんと後ろにこれネタバレ注意って書いてある。これは劇場で入館の時にもらうやつ。こっち見ようかまずね。ネタバレ注意。これすごいんだな。このね、白いプラグスーツっていうのもなかなかまたね、いわゆる死に装束っぽくて、ネタバレ注意。開けます。ごめんなさい、中身は見せません。ああ、なるほど。今回の「シン・エヴァンゲリオン」劇場版に出てくる単語ですね。単語のリストがずらーっとあります。これすごいな。いいな。どこかのね、倉庫みたいな場所で、そういうシーンがあるのね。で、そこで、シンジとアスカがいます。で、周りにね、今回のシン・エヴァンゲリオン劇場版のに登場するいろんな単語が羅列されてますね。なるほど。これネタバレ注意ね。で、いよいよこれ、開けます。開けるぞ。あ、ドキドキする。いや、こんなさ、こんなさ、あ、わ、すごい。中身は2つ入ってます。大きい、いわゆるパンフレットと、なんだろう、インフォメーション、ちっちゃいのも入ってます。どっちから見ようかな。大きいのから見ようか。中身は、すいません、公開しません。何が書いてあるか、見ていきたいと思います。タイトル、シン・エヴァンゲリオン劇場版。すごい。我々は三度何を作ろうとしていたのか。ちょっと見出しだけでもね、原作、脚本、総監督と、庵野秀明。公開されている予告にもあり、冒頭にもありましたけど、パリのエッフェル塔とか、それからこのポスターにもあります、この線路ですよね。これちゃんと出てきます。線路。そうなんですよ。予告編見られた方いらっしゃいます？それと冒頭の12分10秒10コマってやつね。あれからもちろん後なんですけど、へーっていう感じです。へー、あ、へーみたいな感じがあります。で、ちゃんとね、上波、それから旧、回収してますし、僕の印象としては、貞本さんのコミック版の特にね、14巻を、最終巻を読んでおくと、はははっていう感じはしますね。声優さんのインタビュー記事がありますね。やっぱりね、もう25年ですよ。最初のね、テレビ放送から四半世紀。そうね、こう、全体見ると、戦う女性たちが多い。まあもちろんね、エヴァ乗ってるのも、綾波とアスカと、マリと3人女性で、男子、シンジ君1人なんですけどね。まあそういう意味で言うと、女性の活躍するのが多い感じがしますが、意外な人が、意外な形で登場します。Q の時にね、その14年っていうのがありましたけど、14年経てば、みんなちゃんと大人になるんです。それとね、やっぱり最後かな、お父さんと息子の対決みたいな感じ。で、戦うだけじゃない、なんていうのかな、話し合うというかな、対話するというか、なんかそこがね、結構重要ですね。で、もちろんね、シンジ君もそうだし、アスカも、レイも、マリさんも出てくるんですけど、よく考えるとね、オリジナルとは言い難いところがあるんですよね。で、人が出ます、キャラクターの紹介、それから、まあ、エヴァ、ブンダーがね、なかなか、ブンダーがね、こう、宇宙戦艦ヤマトに見えてくるの途中からそれは不思議な効果でしたね。それと僕の中では全く違う日本のとてつもなく、僕は好きな映画音楽が劇中から出てきます。本当に庵野監督、それから樋口真嗣さんもそうなんですけど、世代が影響を受けた SF 作品、もちろん日本沈没とかね、小松左京原作のものがあるんですけど、その中でも
こうなあんまり評価されなかった映画が実はあって、その曲が流れた時にえこれ使うんだみたいに思いましたね。うん、ぜひ何がかかったか劇場で見てください。やっぱりすごいわエヴァンゲリオンって。言っちゃえばなんていうの、こう碇玄道っていうお父さんと碇シンジという息子と、それから消えちゃったお母さんと、まあ、その回収の物語、なんて言ったらいいんだろうな、結局最後父と子で語り合うことで解決に向かっていくっていうあたりがね、やっぱりすごいなと思いましたね。あ、これすごい、これ劇場で1500円で売ってました。はい、でこのちっちゃい方なんだろう、インフォメーション、グッズ紹介、あ、それからあの匿名期間ネルフ防災っていう、ね、アプリがあるんですけどね、それの紹介もありますね。あ、こっちはね、あのどっちかっていうとこうなんていうの、関連グッズ紹介ですね、コラボ商品とか。あ、いいじゃないですか、これで。こっちに関してはちょっとこの公開日がね1月だったのが3月になっちゃったので、まあちょっと日付の違いが若干あるんですけど、まあ、そこはご了承くださいということで、実は紙を1枚入ってました。これはこれでなかなか欲しいのもあるし、うん、9の時に使ったブースターね、なかなかいいです。やっぱりこの四半世紀25年続いたアニメーション作品っていうだけあって、なかなか素晴らしいものがたくさん出てますね。そんなわけで、新エヴァンゲリオン劇場版パンフレットです。あの前半というか半分ぐらい声優さんのインタビューですね。で半分からが、まあ、設定資料、キャラクターとか、マシンエヴァとかね、それからブンダーとか、ネルフのブンダーって言っていいの、これ出てきますけど、で最後、監督、前田監督、それから鶴巻監督、それとずっとエンドクレジットに出てるやつね。今までエヴァンゲリオン見てきた方にとって本当にさよなら全てのエヴァンゲリオンっていう感じですね。ある意味決着がつけられました。あんまりねこう感想を言っちゃうとどうかなと思うんですけど、本当にこのすっきり終わった。まあ僕自身もねそれなりに25年だと年取ってるんですけど、うん、これでちゃんと卒業できたかなという感じはあります。本当に庵野秀明監督、それから関係者の皆さん、お疲れ様でした。本当にいい作品を見させていただきました。これは、まあ、後世にね本当に語り継げる作品になっていくかなと思います。しかも、時代、この時代、本当にこの今だと2021年ですけど、この25年間、1995年からかな、96年からっていう時代の流れの中で日本に起きた出来事、世界に起きた出来事がたくさんあるんですが、そういったものも全てと言ってもいいのかな、やっぱり作品の中に感じられます。なので創作ではあるんですが、それぞれの時代の中で作られた作品なんだなということを改めて思いますね。ちょっとここ感想言っていい？少しだけ感想言わせてください。まあ、冒頭のね12分10秒10コマっていうのが公開されてます。それから公開じゃないな、あれは今 Amazon プライムで見れるのかな、出てますね。でその後に始まるストーリーがあるんですけど、この時代の想像力の大切さっていうのを改めて思いました。これからもしかしたら日本はとてつもなく大きな災害に見舞われる可能性があります。今これを録画しているのが3月12日です。昨日3月11日東日本大震災から10年経ちました。まあけじめというか、まあ、節目にしちゃいけないんですよね、こういうことって。でまた起こるかもしれない、また30年以内に 80% 近くの確率で起こると言われている南海トラフ地震とか直下地震とか、毎年のように起こる洪水とかあります。人間がパニックになるっていう時って、大体こう自分の想像力を超えてしまう出来事が起きると大体パニックになります。ある意味こう想像ができる人間の想像力の範囲だとパニックを起こすことが比較的少なくて済む。今のクリエイターたち、それの庵野さんも庵野監督も含めてですが、新海誠監督などもそうです。想像力ができること、フィクションができること、このクリエイターができることって実はあって、想像力によって災害を防ぐことはできないんですが、人がパニックになることを防ぐことはできます。防災はよくイマジネーションと言われます。想像力によってあらかじめ回避できることを、安全にこう命を守ることができたりとかします。で実はそのエヴァンゲリオンの、この新エヴァンゲリオンの中の冒頭12分10秒10コマ後に実は大切なシーンが出てきます。
この物語の中ではね、サードインパクト、まあニアサードインパクトということで略してニアサーってみんな呼んでるんですけど、その中でも生き残った人たちがいました。で、その人たちがどういう暮らしをしていたのかっていう描き方をしています。これエヴァなのっていう場面がむしろ多いです。でもその中にあるのが本当にこう大きな災害を生き抜いた人たちがどう生き残っていくかっていう描写が想像力の中で描かれています。だからそんなことでね、この一つの、まあ、アニメーションってやっぱアニメーションですよ。それからまたたくさんの特撮映画なんかあります。でそういう中のこう空想の力、想像力っていうものが実はこれから大変な時代を迎える僕たちにとってとても大事な、ある意味基礎体力になっていくのかなって感じがしました。まあ、余計なことちょっと言っちゃいましたけどね。まあ、そんなわけで、新エヴァンゲリオン劇場版ぜひ見てほしい。でね、これ見た後にまた上波級って見るとね、やっぱりすごいわ、やっぱり、うん、というわけで、新エヴァンゲリオン劇場版見てきました。パンフレット開封しました。中身はちょっと見せられないですが、声優さんのインタビュー、それから設定が主要されと監督の、インタビューなどが盛り込まれています。それから関連商品なども紹介されている冊子もついてます。はい、で劇場に行くとこれをもらえます。はい、というわけで、アフレット動画でした。ありがとうございました。